今週は舌戦と呼ばれた1994年の NHK 紅白歌合戦で互いに司会を務めた上沼恵美子との和解が話題になった古舘氏。即座に山本アナが、小川さんは古舘さんのことを悪く言ったこと一度もないですし、本当に勉強させていただいたと聞いてます、と完全否定すると、古舘氏は、わかります。あの人は怒りますけど、陰口は言わない人です。と言って、小川氏とのマル秘エピソードを披露した。報道ステーションを辞めてからメディアの取材を受けた古舘氏は、小川氏について、彼女は向こう行きが強いし、こうで、ああでって、笑いでいろいろ言ったんだけど、すぐショートメッセージが来た、と暴露。